アブー・ユースフは、8世紀のイスラーム法学者。アブー・ハニーファの弟子であり、死、アブー・ハニーファや、シャイバーニーらと共に、ハナフィー学派の理論的な基礎を築いた。アッパース朝の歴代カリフに仕え、ハールーン・ラシードの知性に、地祖の書、キタブ・アル・ハラージを記したことでも知られている。もっぱら、アブー・ユースフの訓也で呼ばれるが、イスムは、ヤークーブ、ナサブは、イブン・イブラーヒーム。 アンサーリー、クーフィーなどのニスバがある。不景先祖の一人サード・ブンビジャイルは、マディーナに住んでいたサハーバであり、彼が、若年の頃は預言者ムハンマドが、まだ存命であった。アブー・ユースフは、喫水のアラブとされる。アブー・ユースフは、ウマイヤ朝時代、クーファの貧しい家に生まれた。アブー・ハニーファの下で教育を受け、イスラーム最古の法学書である。 ムワッターの著者として知られるマーリク・ブンアナスなどと共に学を収めたと伝えられている。晩年にはアッパース朝のカリフであるハールーン・ラシードにバグダードの大カーディーに任命され、カーディーの罷免、ひいてはアッパース朝の政策に影響力を持つようになった。また、アブユースフの大カーディー任命はあくまで詩人であるウラマーが国家の要職に就くようになる始まりであり、 ブラマーがそれとわかる服装をするように進めた最初の人物であった。ユースフはラシードの要望で地祖の書を記した。ユースフは796年から797年、ラシードのモスル遠征に同行した。798年、アブー・ユースフはバグダードで死去した。アブー・ユースフは死であるアブー・ハニーファと比べて法に厳格であり、アブー・ハニーファは酔わなければ、 酒を飲んでいいのかと問われた時に、そうだ。酔わなければいいと答えたのに対して、アブーユースフは、禁じられたものを口にすることは禁じられるということを理由に、たとえ酔わなかったとしても酒を飲むことを禁じたと伝わっている。また、部分的に奴隷であるものは、自分の死後に他人によって、財産を相続されることはなく、他人の財産を相続することもできないとされているが、 アブーユースフは、奴隷が自由である範囲内においては他人に財産を相続されうるし、他人の財産を相続できるとしている。このような法的見解については、多くの点でアブーハニーファと異なっていたが、法原則においてはアブーハニーファに従った。地祖の書は、当時のカリフであったハール・ウン・ラシードの要望で、記された国家財政、税制。 刑事裁判などに関する論考であり、ラシードの諮問に対して回答する形で書かれ、イスラームの預言者であるムハンマドや、初代政党カリフのアブーバクルをはじめとする、歴代政党カリフたちの契約書の全文を掲載し、その上に自身の法的解釈を付け加えている。序文は、イスラーム政治論が述べられており、これは、イスラーム政治論の著作としては、最初のものである。 ありがとうございます。